はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ガールフレンド音符、今回はせいやがくれた最高の宝物の追いガチャですね。いわゆるゆずちゃんがねどうしても欲しいんでね、こちらをまた引いていきたいと思います。ちょっとねゆずちゃん見てみましょう、もう一回サンタゆず。これね SR1 枚でもね出ればね、あのラブクリスタルで進展できるんで本当に1枚でいいんすよ。ちょっと音声聞きましょうか。びっくりしました。もう超かわいいっすね。というわけでじゃあまずは11連引いていきます。お願いします。まあ、とりあえずこれはロードは入ってくれると。もうね SSR じゃなくていいから、とりあえず SR のゆず1枚目、2枚目、3枚目、4枚目、5枚目、6枚目、7枚目、ここの S 先輩、8枚目、9枚目、10枚目、11枚目と。このここの S 先輩は初か。じゃあもう続けていきましょう。ユーズ、ユーズ。もうこのロードが入るたびにね期待感はあるんだけど、マジ物欲センサーっていうか SSR か物欲センサーマジすげえな。次で3枚目かな。あ、これまた出たね。まあいいね、でも SSR も確定してるからね。いやー物欲センサーマジでぶっ壊したいんだけど。 SSR 誰？お、これは最後に来るかな。お、いちごちゃん、クリスマスキャラがキャラが全く来ないな。もうこれはねちょっとゆずのためにどんどんいきましょう。ゆずのために。毎回毎回ロードは入ってくれるってことはまた SSR が来ましたね。SSR が来るのはいいのはいいんすけど、マジユズなんすよ。あ、あかねちゃん、これはあかねちゃん最終進展できるかな。いやー、お、ユズユズユズ、あれこれって何クリスマスユズ今のって。よし、今回は結構良かったな。クリスマスユーズってデフォルトこれなんだ。あー、これは絶対最終進展させた方がいいですね。よし、 OK。 ここまでやってねようやくねユーズを手に入れましたよ。さてさてさて、じゃあ早速取りに行きましょうすげえ溜まってるな。これは後で後でって言ってもレビューしないけどねまずユズは取って、ちょっと取るものだけ取りましょう。あとはサンバあかねちゃんも取りましょう。あと SR 系は、あ、そう、いちごちゃんの SSR を取って、あとは誰かいたっけ。衣装はまあ持ってるやつなんで後で取るとして、あ、童話のここの絵先輩か。よし、こんなもんかな。でガールズの方に行って童話のここの絵先輩は確かもうマックスだったでしょう。進展で、あかねちゃん、サンバあかねちゃん、よーし、2段階目。それじゃいただきます。おいしい。なんていうかしっかり2個食べてるっていう感じで。あれ、
よし、これラブクリスタルあったっけ。あ一個足んないわ。これラブクリスタル溜まったらあかねちゃん進展させちゃおうっと。ではではでは、ゆずですね。ゆずどこにいる。いた。これはもうね、ラブクリスタル使っていきますよ。よーし、2段階目。マジかわいい。続けていきましょう。いやマジキモいおっさんだなこれ今回はキモくて申し訳ありませんね。本当に申し訳ないけど、もうそれほどね感動ですよ。おお、いいね。一気に変わったねサンタに。っていうかゆずちゃんだけの気持ちでいいよもう。まあとりあえずサンタゆず完成しましたね。で明日からねコミックマーケット、いわゆるコミケ冬コミですね、29、30、31で冬コミが始まるんですけれども、ねこれは行こうと思ってます。ちょっとお知らせを見てみましょうか。どこだっけな、確かね2ページ目くらいめくると出てくると、あった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 、ガールフレンドかっこ仮かっこ音符のコミックマーケット91参加についてと、いうことで、12月29と30と31、まあ10時から17時、最終日が10時から16時ということで、まあビッグサイトですね、いつもの通りというかまあいつもの通りというか、俺前回から初めて行ったんですけど、今回もまあ行きます。で、まあこんなグッズがありますよということで、開運グッズとかですかね、お正月に向けての。で、これ買うと、これだったっけな、なんか何か買うとお渡し会に参加できるんですよ。で、29日のお渡し会は村上先輩役の、夏香さんがお渡し会をやってくれるので、ちょっとねこれを参加しようかなと思ってます。まあ初日はね朝めっちゃ混むみたいなんですけど、まあそちらの様子とかも、一応まあツイッターとかでも上げていこうかなと思ってますので、まあぜひ興味がある方は見てください。ということで、まあ無事ゆずちゃんね、ゲットすることができました。もう年末はこれでウキウキですよ。もうこれが全てです。というわけで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。